最初なんでどうなるかわかんないですけど、まあ試しに新しい球種を覚えたいなと思って、もともと持ってたまあカーブ2種類と、まあこれからまあまた解禁しようと思ってるまあサークルチェンジみたいなのを使って、あとなんかスライダー系を、スライダー系とかシュート系覚えたくて、まあそのまあどう曲がってるのかっていう研究もしたいので、まあそれとまあどういったフォームで投げているかっていうのも意識してやっていきたいと思います。で、自分結構体の開きが早くなる時があるので、まあそれを今回気をつけてやっていきたいと思います。なのでまあ今回はフォーム意識をして新しい球種に挑戦するといった動画となっております。なのでぜひ皆さんコメント欄によろしければこういった方がいいよとか、まあぜひアドバイスの方よろしくお願いいたします。それでは早速やっていきたいと思います。さあ、じゃあ早速ガチ投げやっていきたいと思います。まっすぐで、はい、まあ最初はやっぱストライク来たんでよかったな。もうすぐだ。ああ、逃げた。まっすぐで。はい。ああ。で、少しでもなんかバランスが悪くなると、あっち行ったりこっち行ったりする。ストレートで勝負は投げちゃう時があるんで、まあそれは修正できたらなと思ってます。今のシュートした。多分アウトローギリギリかな今。ちょっと離れてるかもだけど大丈夫。ちょっと次はカーブ投げていきたいと思います。カーブいきます。抜けた。もうちょいかな。ラクレカーブ。はい。よいしょ。おお。よいしょ。おお。思ったより曲がってない。ラクレカーブはより縦に投げるイメージ。バラつきが多い。安定しないですよね。ナックルカーブ、ちょっとチェンジアップ投げていきたいと思います。シュート、シュート。あ、これ飛んだ。もうちょっと落ちてます。シュートだ、うん、シュート。シュートとして使わなかったらブルーン。制御しないと。オッケー、今のいい、今のいい。いや、試合で使いたい、これ。スライダーないですか。はいよ。いつもスライダーを教わってるんですけど、スライダー投げれなくて、どうしても曲がんないですよ。いいの。いいじゃん、いいじゃん。曲がってる。曲がってる、曲がってる。曲がってる。まあ曲がってる。曲がってるっちゃ曲がってるけど、速い。カットボールみたい。むずい。スライダーが。曲がってない。コースボールはない。カットになっちゃうな。どうしてもカットになっちゃう。うわー、OK。
ケー、オッケー、今のいい、再出すか、今のもいい、あー抜けたな、ハンドクリーン、今のオッケー、すげえ真ん中に、いやでもはい、これでいい、バートボックスこれでもやつが外れそれでもやつがいい、もうちょいかな、スタイル使えるのは試合では、うん、まあでも感覚良かったよ、本当に逆なんだよな、スタイル、スタイルいきます、いいコース、コース良くないですか、コースはいい、まあもう一個上げていいぐらい、一個ずつ上げてれば完璧でも悪くないです、あそこまで低いとちょっとフランカー、フランカー、ここでランバーするから、ランバーさせないぐらいがちょうどいい、そうそうそう、か、ここでランバーぐらい、もっと奥、そう、もう一個奥、そう、感覚はいい、キューキューきた、あとまっすぐで2球、キュー、あーきたきた、きたね、きたね、いや、デビの次でしょ、これで終わりです、終わりですはい、あーまあ、お疲れ様です、お疲れ様です、はい、ありがとうございます、いや、どうでした、まあ、新年こんなもんでしょ、まあ、ここから徐々に上げていきたいなと、うん、去年のひどい時みたいなピッチングしてた、あーまあ、いろいろ試してるなっていうのは見てて分かったけど、まあ、とりあえずやっぱホーム固めて、そうですね、今年もそれが一番かなと思います、まああと変化球しっかりとコースに集まれば、そうですね、いろいろと試しの1年かなと思います、今年は、あと思ったのがちょっとインコース、右バッターのインコースに抜けてくるボールがあまりにも多かったかなっていう、お、自分もそれは多かったですね、うん、まあしっかりと前で離すっていうのを意識して、投げてもらえればなって、こっちも楽かなっていう、あ、やっぱアウトコースビタビタに決まってくれた方がまあリードもしやすい、うん、それはね、ほぼほぼ俺のリードなんかアウトコース中心だから、確かに、うん一番飛ばないところなんで、まあなんで頑張ってください、頑張ります、はい、今年はたくさん投げれるように、はいはいはい、まあ10試合以上投げれるかな、まあ体力的にも全然いけるんで、肩的にもいけるのか、はいはい、全然痛くないんで、しっかりとケアしていって、まあその時いつでも投げれるように準備万端にしといて、はいはい、この時期っていうのは多分ホーム固めっていうのが中心になってくると思うので、まあそこら辺を徹底的にやっていきたいと思います、はい、はい、頑張ってください、ありがとうございます、肩直してください、はい、お願いします、そうすればピッチャーできるからね、俺、そうですね、そうすれば、まあ、翔平 TV3 人ピッチャーできるので、はい、しばらく僕は休みますんで、ピッチャーは、はい、キャッチャーも、キャッチャーもまあしょうがないです、もうこれは治療に専念していただいて、はいはい、お願いします、はい、今年もプロスターいけるように頑張って、投げる試合は投げて勝利に貢献したいなと思います、ダガスで、はい、はい、本日の動画は以上となります、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします、それではありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、本日の動画は以上となります、チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします、それではあいしょー、翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます、これ着て野球やろうぜー。